W モーターズライカンハイパースポーツはアラブ首長国連邦の自動車メーカーである W モーターズが製造販売しているスーパーカーである。2012年当時レバノンの首都ベイルートにて設立された新興自動車メーカー W モーターズによって2013年1月のカタールモーターショーにて発表されたアラブ諸国発のスーパーカーである。ライカンとは神話に出てくる 狼男の中でも自由自在に変身できる、最も進んだ種族を意味する。搭載エンジンは、ポルシェのチューニングカーメーカーとして知られる、ドイツのルフ社製の水平対向型6、気筒ツインターボで、最高出力760馬力、最大トルク 101.7kgEM を発生し、0時速 100km 加速は2.8秒、最高速度は、 時速 395km を誇る。内外のデザインを手掛けたのはコベントリー大学で自動車デザインを収めたフランス人デザイナーである。インテリアについては極めて豪華な素材で作られており、上質な革のシートに金とダイヤモンドが散りばめられたダッシュボードのほか、シートのステッチには手縫いの禁止が使用され、ナビゲーションディスプレイには日本のアスカネットが開発した。 3D ホログラムディスプレイを採用している。またエクステリアにおいても LED ヘッドライトにダイヤモンドコーティングが施されているのが特徴。キーについてもカーボンファイバー、チタン、宝石といった、これもまた豪華な素材で装飾されている。こうした性能やデザインにより、販売価格は340万ドルと、ブガッティ・ベイロンを超えるほどの世界で最も高価な。 車のトップとして数えられている上、世界7台限定での販売となっている。にもかかわらず、すでに全世界から100件以上のオーダーが入っているという。ありがとうございます。